プリンシペ島は、アフリカ大陸に視界が動き、大西洋上に位置する島の一つである。古島ではなく、周辺にも島々が点在している。プリンシペ島は、カメルーン火山列の一部であり、火山島として形成された。面積は136平方キロメートルほどの島で、島内の最高峰は、標高942メートルのピコデプリンシペ山で、ある。サントメプリンシペ領であり、 首都が置かれているサントメ島の北北東にある。なお、サントメプリンシペ領には、プリンシペ島の沖合にある、ペドロダガレ島、ボンボン島や、カロス島、ペドラスティンボラス諸島などの無人島も含まれている。プリンシペ島の人口は約5000人で、中心地及び州都は、サントアントニオである。島内には、サントアントニオの町と、9つの村、ベラビスタ、ボンボン、 フッツロ、ネイビス・フェレーラ、バジェンジャ、ポンタ・フォンテ、リベーラ・アイズ、サント・アントニオ・デ・ユーレカ、ビラ・ローザがあり、これらは小規模な道路網で連絡されている。なお、サント・アントニオから北い 3km の場所には、プリンシペ空港が設置されている。2009年時点において、サント・メ・プリンシペは、カカオ豆が主要な輸出品であり、同国の経済は、カカオ豆の輸出に依存している。 プリンシペ島でもカカオのプランテーションが行われている。ただ、カカオは乾燥に弱いために干ばつがあれば収量が落ちる上に、カカオ豆が入ったカカオの実は、強風で落下しやすいなど、そもそもカカオ栽培には、不安定な側面が存在する。そして2009年現在のサントメプリンシペは、いわゆるモノカルチャー経済であり、経済基盤は不安定である。かつては無人島だったが、 1470年にサントメ島と共にポルトガル人が上陸した。そして1522年にポルトガルの植民地にされた。1951年に形式上はポルトガル本国と同等の立場とされたポルトガルの海外州になったものの徐々に独立運動が盛んになっていった。結局1975年にサントメ島などと共に サントメプリンシペ民主共和国としてポルトガルから独立した。1995年4月28日にプリンシペ、島は自治州になった。なお、1919年5月29日には、イギリスの天文学者であるアーサー・エーディントンがこの島で回帰日食を観測し、太陽による重力レンズの効果を確認したことでアルベルト・アインシュタインが提唱した。 一般相対性理論が正しいと結論付けた。プリンシペ島は、ポルトガルのファロと、姉妹都市である。二宮書店編集部、データブックオブザワールド P276 にう,う、書店2012年1月10日発行 ISBN978 から4から817603586、ジェマナソスデスサダジェスイービラス。 アスシアスオナシオナルデミューニセピースポートゲイシース2013年7月20日閲覧ありがとうございます。